ジオの季節。もう逃げられないわよ。ようやく追い詰めた JY、 あなたの正体は、あなたはジオンなのか。東京 FM からお送りしていますジオンの季節です。こんばんは、 JY ごとジオンです。やっと言えた。いやもう本当に皆さんお待たせしました。JY はドラマ彼岸花警視庁捜査の中のオープニングテーマレディオと主題歌最後のさよならを歌う謎のシンガーということだったんですが、そうですね、今日ドラマが最終回を迎え、主題歌最後のさよならがリリースされるということで正体も明かすことになりました。私ジオンが JY です。もういろんなところでね情報が出ていて、もう知ってる方も多いと思いますが、今日はですね、ちなみにその東京 FM のディアフレンズにも JY が出演しましたけど、ずっと皆さんにお話ししたかったんです。本当にお待たせしました。今日迎えられて本当に嬉しいです。ということで今日はカップリング曲を含め、JY の全てをお話ししちゃう JY スペシャルです。まずはですねカップリング曲をお届けします。さよなら私の少女っていう曲なんですけど、この曲はですね、黒崎ジョンさんと、JY が一緒に作詞をしました。なんかこうちょっとアップテンポな曲なんですけど、歌詞を注目して聴いてほしいです。では聴いてください。さよなら私の少女です。お送りしている曲は、今日リリースの私 JY デビューシングルの最後のさよならのカップリング曲2曲目です。さよなら私の少女っていう曲なんですけど、あのメラ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 メっていうあのそのフレーズがずっとね振り返してるんですけど、あのそうですね、この曲はこれからライブでもあの披露する予定なので、皆さんちゃんと覚えておいてくださいね。そして最後のさよならのカップリングにはもう一曲あるんですよね。今流れているこの曲は、3曲目に収録されているオリビアを聴きながらです。この曲はですね皆さんご存知だと思うんですけど、アンリーさんの、名曲のカバー曲です。カバーすることになってこの曲を初めて聴いたんですけど、やっぱりねこの最初の行からもう、あこの曲歌いたいと思ったんですよね。メロディーとかもう全体的に本当にこの曲をカバーすることができて本当に光栄だと思ってます。今日リリースされた JY 最後のさよならには以上3曲が収録されているんですが、もう1曲ありますよ皆さん。レディオがありますね。もうあんまりにもねちょっとギャップがこの曲はですね皆さんもう聞いてますか？レディオはですね今日から欧米アジアに配信されています。この曲はですねイギリスロンドンのプロデューサー MNEK プロデューサーで、直接歌唱指導も受けながらレコーディングしたんですけど、ロンドンで彼はですね私と同い年だったんですよ。もうびっくりしたんですけど、あのですね彼はですねもうノリノリでね、ほら普通レコーディングするときにブースに入ってやるんでしょ。でもなんかあの僕のスタジオに来てくれって言われて行ったら、なんかこうちっちゃいの本当に部屋みたいなところで本当に隣で歌ったんですよ私で。なんか英語だしすごい緊張したんですけど、彼がやっぱりねいろいろ
こうアドバイスっていうか、アドバイスじゃないよ、なんか遊びながらやろうみたいな感じだったから、すっごいなんかこうリラックスしてできたなと思うし、あとはこの曲はやっぱりあなたがあの楽しんでないとダメだと言われたんですね。それでもう叫べ叫べって言われたんですよ。だからもう本当に叫びながら歌ったなと、楽しかったです。この曲はそうですね、彼岸花のオープニングテーマでもね流れてるんですけどね、皆さんねもうなんか気づいた方います？この曲でなんか大体ね、皆さん最後のさよならでみんな気づいたとなんかね、いろいろコメントがありましたけど、そしてですね、配信されるのはレディオと I'm just not into you と Up in the air っていう曲なんですけど、まずはまあレディオはこの曲だとして、I'm just not into you はこうアップテンポで男女の駆け引きの曲です。そしてもう一つ、Up in the air という曲はミディアムテンポでこうなんかこう気持ちいい感じの曲なんですけど、皆さんも感想を聞きたいです。JY としてデビューすることが決まった時ですよね。もうなんか今日やっと皆さんにこうやって話できて本当に嬉しいなと思うんですけど、実はちょっとこう不安な気持ちもやっぱりあったし、でもこうやっぱりまた歌えるっていうことがすごい嬉しかったですね。あと早く皆さんにこう届けたいなと思ったし、日本デビューだけでなく、海外配信も、あるんですけど、やっぱりいろんな世界にこう私の声が届くっていうことがやっぱり自分は本当に嬉しく思っていますし、皆さんがそれを聞いて、喜んでくれればいいなと思います。JY として、できれば単独コンサートもいつかやりたいなと思ってます。あとそうですね、今後 JY としてちょうど今週の、なんかライブがあるんですよ。皆さんライブがあるんですけど、特にですね19日の日は JY がですねタワーレコード渋谷店1日ストアマネージャーになります。1日ずっとタワーレコードにいますので、皆さん詳しくは JY のホームページで見てください。あれからお送りしている曲は、今日リリースの私 JY のデビューシングル最後のさよならです。ドラマ彼岸花の主題歌でもあって、そうですね、共演者の皆さんにもね結構ねいろいろ言われましたよ。こう前室でね、ジヨンちゃんってはいって言ったらうちのこう主題歌ってすっごいいいよねって聞かれて、あどうしようって何にも言えなくてそのまま済んだんですけど、あと打ち上げの時にこうやっと皆さんがね来てこう JY ってジヨンちゃんでしょってずっとね会場でずっと流れてたんですよ、 JY の曲が、私の曲がですね。それでもうなんかこういや違いますっていうのもほらおかしいでしょ。でなんかあはいありがとうございます、でもまだ秘密なんで皆さんちょっとお願いしますみたいな感じだったんですけどね、こうやっとねもうなんか隠してたっていうか、ちょっとね皆さんにもっとこう楽しみが膨らんでほしいなと思って今までこう謎のアーティストということでやってきたんですけど、でも本当に嬉しいです。やっと今日言えてこうやって自分のね口から皆さん JY がジヨンでしたよって言えて本当に嬉しく思ってます。私これからも JY としても頑張ります。本当にいい曲を、皆さんに届けたいと思っております。よろしくお願いします。東京 FM からジヨンがお送りしていますジヨンの季節、最後にメッセージを紹介します。ジヨンなんか JY なんか分かんなくなってくんね。神奈川県のラジオネームあやめさんからです。ジヨンちゃんこんばんは、片思いスパイラル主演おめでとうございます。男装しているジヨンちゃんが本当にタイプで結婚したいくらい好きです。千葉県のラジオネーム金ちゃんさんからです。映画片思いスパイラル主演おめでとうございます。前にやってみたいと言ったアクションも、ついにできるみたいですね。とっても待ち遠しいです。
そしてもう一通です、神奈川県のラジオネームまゆりんさんからです。ジオンちゃん、ミュージカル主演決定しましたね。おめでとうございます。ありがとうございます、ジオンちゃんのように夢を叶えたいって気持ちがあったら叶うかもしれないと思うと、私まですっごく勇気が湧きました。これを機にもっともっと大きな夢を叶えられることを応援しています。私も持っていた夢を何度も諦めかけたけど、今度こそは諦めずに努力したいと思いました。皆さんメッセージありがとうございます。夏に公開される映画片思いスパイラル、秋に行われるミュージカルスイートチャリティ、両方主演を務めさせていただくことになりました。映画はですねもう撮り終わりましたし、皆さんも写真見てびっくりしましたね。でもこんなに反応がいいと思わなかった。もうなんか韓国でもすんごい話題になってて、海外でもそうなんですし、なんかこう なんでこんな男に生まれ変わればいいのかなと思うくらい、みんながこんなに反応が良くてびっくりしました。ちなみに髪は切ってませんからね、みんな切ったと思ってるでしょ。そしてミュージカルですね、やっと叶いました。もう光栄です。本当に歌って踊って演技してもう最高じゃないですか。夢はですね本当に強く願えば叶うと思います。叶います。映画やミュージカルに関してはまた番組の中で紹介していきますので楽しみにしてください。今日はですね JY デビュー、来週末3月25日は映画暗殺教室卒業編ビッチ先生、また4月にはタミオのスペシャルがありますよ。もうたくさんですよ。ジオン祭りですね皆さん。これからどんどん忙しくなりますが、もう幸せだと思ってます。せっかくもらったチャンスなので本当に頑張ります。皆さん見ててくださいね、応援してください。そして今夜は彼岸花警視庁捜査の中最終回です。彼岸花が意外な展開なんですよね。皆さん最後までお楽しみにしてください。ではまた来週水曜日夜9時15分にお会いしましょう。ジャンでした。